の憂鬱、星に、非常にクロート向けの漫画好きのための作品。この漫画は、コンテンツの消費が早い昨今においてほぼ当たらないジャンルです。この漫画には、JK も動物も料理も出ませんし、クソ長タイトルでもなければ、流行りの異世界ものでもありません。しかし内容がクソ激烈によくできており、とても面白い作品です。内容は田舎にいるその村のご意見番であり、村の相談役でありまとめ役の駅で稲瀬のおばあちゃんが主人公。このおばあちゃんが、例えば村で隣の家の木が邪魔だから切りたい云々、切るんじゃない云々といった村同士の小競り合いだったり、オレオレ詐欺をしている都会に染まった孫を遠山のキムさんする感じの漫画です。主人公のおばあちゃんは非常にまっすぐで筋の通った上位互換のような人格者であり、例えば、もう一人の主人公の孫娘が、年取るというのは憧れのおばあちゃんのようになるってことだから嬉しいみたいな返答に対して、年寄り害があるってもんだと言ったり、都会から嫁いできた嫁に対して一切にいびらずに、子供が好き勝手したいなら好き勝手させとけばいい、子供というのは大人全員で面倒を見るものだといったイケメソであり、非常に人格者。読者はこの人格者に説教されたいと思えるような、なんとか塾長さんの説法みたいな漫画です。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル